地の日曜日事件の会話結の日曜日事件とは、1905年1月9日、ロシア帝国の当時の首都サンクトペテルブルクで行われた労働者による行軍への平和的な請願行進に対し、政府当局に動員された軍隊が発砲し、多数の死傷者を出した事件。ロシア第一革命のきっかけとなった。1905年1月9日は日曜日で、請願行進は、 ガポン神父が計画したものだった。ガポンは、教会主催であり、独自の労働者組織を設立した人物である。請願の内容は、憲法制定会議の招集、労働者の諸権利の保障、日露戦争の中止、各種の自由権の確立などで、搾取、貧困、戦争にあえいでいた、当時のロシア民衆の素朴な要求を代弁したものだった。当時のロシア民衆は、 ロシア正教会の影響のもと皇帝崇拝の観念を持っていた。これは皇帝の権力は王権真珠によるものであり、またロシア皇帝は東ローマ帝国を受け継ぐキリスト教の守護者であるという思想である。このため民衆は皇帝ニコライ2世への直訴によって情勢が改善されると信じていた。当時の更新する群衆の写真軍隊に 襲撃されている群衆を描いた絵画行進に先立って挙行されたストライキへの参加者はサンクトペテルブルクの全労働者18万人中10万5千人に及んだと言われ、行進参加者は6万人ほどに達した。当局は軍隊を動員してデモ隊を中心外へ入れない方針であったが、あまりの人数の多さに成功せず、軍隊は各地で非武装のデモ隊に発砲した。 発砲による死者の数は不明確である。反政府運動側の報告では4000人以上に達したと主張される。一方、より慎重に解散した報告でも死傷者の数は1000人以上とされる。事件の話はモスクワ市内に速やかに広まり、市内各所で暴動と略奪が行われた。ガポンが事件以前から組織していた労働者の集会は即日解散させられ、 ガポンは直ちにロシアを離れた。ガポンは同年10月に帰国したが、翌1906年4月に社会革命党によって暗殺された。この事件の結果、皇帝崇拝の幻想は打ち砕かれ、全国規模の反政府運動がこの年勃発した。ありがとうございます。